今年第一四半期に、中国で廃業した外食企業は46万社で、昨年同期より2倍以上増えたことになりました。ある業界関係者は、昨年の企業ブームを経験した後、今年の飲食市場は淘汰期に入りました。業績のない飲食店は、閉店するしかありません、と述べました。また、今年の第一四半期には、多くの有名な老舗外食企業が、廃業に追い込まれています。例えば、中華天津の古東局が破産清算を申請し、牧馬天津は会社を解散しました。さらに、中国の茶飲料チェーンのトップブランドの一つである、ナセツも大規模に店舗を閉鎖しました。飲食業は参入障壁が低いため、多くの人々がこの業界に飛び込むことを選んでいます。店を開業する人々の多くは、失業して仕事が見つからない人々です。しかし、全体的な経済の低迷により、人々の収入が減少し、飲食業に従事する人々にも、多くの打撃と失望をもたらしています。吉林市のある焼肉店の店主は、年々難しくなっています。みんながプロモーションで競争しています。行列ができているように見えますが、それは偽の繁栄で、赤字であっても、セールをし続けなければなりません。最終的には、残っているお金を使い果たし、さらに借金を背負うことになります、と述べました。